今回のハッカソンでは GPS 受信機を使って自分はどこにいるかラズベリーパイで表すプロジェクトです。 GPS は実際にどうやって動くか少し説明します。私たちは3次元にいますが、説明は2次元の方は分かりやすいから、ここでは2次元の世界に説明します。こことここ2台の送信機が決まったところにあります。同時に信号を出します。同時にピーみたいな信号を出して、受信機まで距離差があるので、信号がついた時には同時じゃなくて時間差が生まれます。ここでピピ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 みたいな信号が来る。ここの時間差を測ると距離差を出せます。受信機側は送信機の位置と距離差の情報を持ってます。その2つが持ってます。それだけで自分はどこにいるか決めれるかどうか見ましょう。ここで問題。その情報を持って自分はどこにいるか分かるでしょうか。やってみましょう。糸を端と端を送信機のところにつけます。糸の長さは距離を表します。2つは同じ距離にならないようにしましょう。鉛筆の先を送信機と送信機の間に持ってくると距離が違うことが明らかに見えます。ここで手で持ちます。鉛筆を動かしても鉛筆の先から指までの長さは等しいから、距離差は全部この鉛筆の先から送信機までです。鉛筆を動かしても距離差が変わりません。今鉛筆で書いた線の上でどこかにいるです。この線の上にいると送信機までの距離差は全部同じです。それでは送信機はどこにいるか使いました。距離差の情報を使いました。どこかこの線の上にいるんですけど、一体どこが特定できませんね。どこでもいる可能性があります。もう一本の線があれば、もう一本の線がどこかあれば線と線は交差するから、その交差のポイントにいるはずです。ということは送信機もう一台あって、距離差の情報はもう一つ使って線をもう一本引くと、線と線はクロスするところにいるはずです。ただこの実験で何を分かったでしょうか。最低送信機3つがあって、お互いの距離差の情報があって、それでどこにいるか分かることができる。ちなみにここは2次元の世界で説明しましたけど、3次元になるともう1台4つ目の送信機が必要になります。もし興味がある人は、今見たシステムは2次元のシステムで、実際に海の上のロランというシステムがあって、全くこのように動いてます。海の中で送信機3つがあって、船の中で受信機があって、自分はどこにいるか分かります。衛星じゃなくて決まったところの送信機です。